おいでナンシー、バーチャルオイラン夕霧でございます。普段は YouTube や TikTok を中心に1分以内で分かりやすく性知識をお伝えしている夕霧が、ゆっくりまったり時間をかけて性にまつわるテーマについて考えたこと、勉強したことをシェアするポッドキャストです。今回のテーマは童貞コンプレックスから卒業する方法です。まあ童貞コンプレックスっていうのを一つテーマとして出してるんですけれども、このテーマの核となるのはコンプレックスとの向き合い方です。まあ、なので別に童貞以外であっても何か悩みや不満を抱えているという方、ぜひ最後までお付き合いください。エロラジしくじり性教育スタートです。はい、改めましておいでナンシー夕霧でございます。まずですね、この童貞コンプレックスから卒業することは可能なのかという問いがね、そもそもあると思うんですけど、これはバッチの結論としては可能です。しかも致す以外の方法でね。なわけないと思われるかもしれないんですけれども、だいたいね、まあ童貞コンプレックス、まあ、卒業するのであれば、そのそうじゃない状況、まあ、どなたかと致すということでしか、そのコンプレックスを卒業できないと思われている方が結構多いのかなと思うんですけれども、わっちゃそうじゃないと思っています。まあ、ただですね、その解決方法っていうのは、まあその方の考え方とかどういう状況なのかなっていうのによって、変わってくると思うので、ちょっとこういう話をさせていただきますね。わっちゃはですね、気持ちいいセックスの合言葉っていうのを全部で5つ、用意してるんですけど、そのうちの2つ目で、根を探すというものがあります。この根っていうのは根っこの根ですね。あのわっち、悩み事っていうのは必ず根っこがあると思っていて、その悩んでいる事象、その何だろうな、赤いマフラーが買えないっていう悩みが1個あったとして、そのマフラーを買うだけじゃ解決しないと思うんですよ。必ず、じゃあなんでマフラーが欲しいのか、なんでわっちマフラーで例え出しちゃったんでしょうかね。童貞でいいんですけどね。不思議なこともあるもんです。まあ、その何かしら悩みが1個あったとして、それ自体を解決することだけでは根本の解決にならないとわっちは思うんですよ。なので、必ずそのなんか悩み事があったら根っこを探しましょうねっていうのを気持ちいいセックスの合言葉として、挙げているんです。で、例えばなんだけど、その悩みの根っこ、まあ、わっちがパッと考えたところだと、まあ、3つぐらいあるかなと思ってて、例えば、1つ目、未経験だから彼女を満足させられないんだと、だから僕は童貞にコンプレックスを抱いている、この可能性まず1つ目としてありますよね。で、もう2つ、もう1つ目、まあ、2番目と言いましょう。2番目は友達に童貞をいじられて辛い、だから僕は童貞をコンプレックスだと思っている、そういう可能性もありますよね。で、考えられる悩みの3つ目、童貞である自分自身が恥ずかしい、俺自身が童貞というものを恥じている、だから童貞にコンプレックスがある、この可能性もあります。で、これが何なのかによって変わるんですけど、まあ大体の場合はこの3つ、いろんなものが絡み合って合わさってることが多いので、まあそういう方は、あ、俺全部絡み合ってるな、合わさってるなって方は、まあとりあえず全部聞いてもらったらいいかなと思います。例えばですね、その根っこのうちの1つ目、未経験だから彼女を満足させられないと思っている方、こちらはですね、あのわっちその書籍、オイラン VTuber 夕霧が教えるセックスで気持ちよくなるお作法の中でもですね、これは童貞じゃないんですけど、ご子息がね、あ、わっち、あの男性のお股にある凸の部分のことをご子息って呼んでるんですけど、そのご子息がちっちゃいことがコンプレックスな場合を例に挙げてちょっと解説してるんですよ。で、例えばそのこういうのがあるから彼女を満足させられないんじゃないかって思ってる段階においては、それは彼女に聞いてください。あの彼女がどう思うかはもう彼女にしかわからないんですよ。なので、書籍の中ではそのサイズがね小さいことについて、彼女にそのどう思うか聞いてみようというか、まあそのエチチをするときにこうもっとこうしてほしいと思うことあるみたいにこう聞くことで、その まず満足させられてるかどうかとかね、でどうやったら満足させられるかっていうのを、それはもう彼女に聞きましょうっていう話をしてるんですよ。
で、じゃあ例えば、この書籍に書いてあることをちょっと童貞に置き換えて解説してみると、じゃあ例えばなんだけど、その未経験だから彼女を満足させられないと思い込んでいる場合に、まず きっとやるべきことは、彼女に、俺未経験なんだけどそういうのって嫌、まあ、そういうのって嫌って言うと嫌とは言いづらいから、なんていうのかな、俺未経験なんだけど、君はそれについてどう思うって聞くとするじゃないですか。で、気にしないよって言ったらもうそこで終わりなんですよ。で、なるほど未経験なんだったら、性知識がね安全かどうかちょっと不安だから、じゃあ避妊について一緒に話し合おうかとかさ、なんかそういう彼女が言ってきたことに対してその一緒に不安を解決していくとか、あとは自分自身が未経験だから、もしかしたら君にうまくできないかもしれないみたいなことも先に言うんですよ。まあ、そうすると、まあ、比較的多くの場合は、いやそんなの関係ないよ、一緒にゆっくりやっていこうよだったりだとか、まあそれはね人間にもいろいろあるから、やだそういうものなーっていう人がいないとは言わないよ。その人は違うことが自然なんでね。これもあっちのセックスで気持ちよくなる合言葉のうちの一つ目で、人は違うことが自然っていうのがあるので、みんながみんなとは言えないですけど、まあそうなったらそれはそれで相性じゃんって話なんですよね。その登山が好き同士が良かったけど登山が好きじゃなかったことと一緒みたいな、結婚相手はどういう人が良かったんだけどそうじゃないのと一緒で、何のサイズとかね経験あるないっていうのも、もうそれも含めて相性ですから、まあそれはそれですよってことです。何の話なんだっけ。いやーマジね、この手の話についてね解説しようと思うとね多岐に渡りすぎて、であっちが混乱するから一回整理させてちょっとお茶飲みますわ。まあ、そんなわけで、まあ、まず悩みの根っこ、未経験だから彼女満足させられないんじゃないかって場合は、まあ、彼女に聞いてください。んで、彼女がいないのにそれを気にしてる人は今すぐ忘れてくださいもうそう、彼女だってね、そう彼女というかもうその付き合う、今言った話のように付き合う相手によって、童貞であることを気にするしないって人によって違うんですよ。みんながみんな童貞恥ずかしいって思ってるわけでは決してないんです。なのでいない人はそれマジで今気にしてもしょうがない、いないんだから、そのできてからできた相手がどうかを気にすればいいと思うんです、わっちは。はい。で、それでもなんか気になるぞっていう人、多分君の悩みの根っこはそこじゃない、多分3番目ぐらいまで待っててください。はい。で、悩みの根っこ、わっちが思い当たる2つ目として、例えば友達に童貞をいじられて辛いという場合、こちらもね、私の書籍の中でね、ほぼ似たこと言ってます。友達にバカにされるのが気になるっていう根っこだったら、例えばなんだけど、そういうことは言わないでと伝えましょう、友達に。それで分かってくれたら解決だし、分かってくれなかったら、ちょっとその人間関係考え直そうぜってことですよ。だってね、やめてって言ったことやめてくれない人間関係、ちょっとどうですか？楽しいですか？それって。そうなので、別にこうなんだよ畜生って言って喧嘩する必要はないけど、なんかあとその相手を別に責め立てる必要もなくて、あーそっかーって言ってこう徐々になんか会う友達をね他に探して、他の人とこういう関係を結んでいくとかっていう風にしていけば、まあ、その悩みは解決するんじゃないかなと思うんです。でもこの1個目2個目、これはもう本当にバッチのなんていうのかな、うちの考え方であって、じゃあちょっとそろそろアドラー心理学やりますかね。このシリーズアドラー心理学をわっちが勉強したことを皆さんにシェアするっていう企画でもありますんで、ここからが本ちゃんです。でアドラー心理学に関しては多分このエピソードだけでは意味わかんないと思うし取りこぼすことも多いと思うんで、ぜひねこれの1個前のエピソードがありますので、そこから順番を追って聞いていただくのが望ましいという感じでございます。はい、じゃあ行きましょう。で、その考えられる3つ目、童貞である自分自身が恥ずかしいぞという場合ですね。これは
まあ、その自分自身に対して、まあ、言うなれば劣等感を抱いてる状態とも言えますよね。で、この劣等感っていうものについてですね、嫌われる勇気という書籍の中でもしっかりと説明がされていて、でこの劣等感についてより詳しく理解するには、優越性の追求っていう言葉を知っておくと分かりやすいなと思いますので、ちょっとこれ説明させていただきますね。優越性の追求っていうのは、まあその無力な存在として生まれてくる我々人間ね、赤ちゃんの時何にもできないじゃないですか。でここからこの無力な状態を脱したいって願う普遍的な欲求を持っていることを言うんですね。ちょっと言いづらい、分かりづらいかな。まあ、というかこの優越性の追求っていうのは、無力な存在として生まれてくる我々人間が無力な状態を脱したいと願うのは普遍的な欲求なんですよっていう話をしているものなんですね。で、この普遍的な欲求に対して、その、まあ、つまり無力な状態を脱したいって願うっていうことは、その無力じゃない自分っていう、なんかこう一つの理想の自分っていうのがいるわけじゃないですか。でその理想の自分に到達できていない、理想に達していない自分に対して、まるで劣っているかのような感覚を抱くっていうのが劣等感ですよねっていうふうに、この嫌われる勇気の中では解説してるんですね。ちょっと待って、今回のエピソードだと分かりづらい、もしかしてこの話したっけ。嫌われる勇気っていう本をバッチを読みながら、アドラー心理学について今お勉強してるんですね。で、まあ、実際はこの嫌われる勇気以外にも、まあ、ちょこちょこそのアドラー心理学を語ってる本はちょっと何冊か読んでるんですけれども、基本的にはこの嫌われる勇気の流れを中心に、皆さんにバッチが学んだことをシェアしていければいいかなと思っております。はい。でね、でこの、まあ、劣等感があって、その優越性の追求っていうのがあってってことなんですけど、これアドラー曰く、優越性の追求も劣等感も病気ではなく、健康で正常な努力と成長への刺激であるって言ってるんですよ。だからそんな何も変なことじゃないよと、それはまああるもんですよというふうにアドラッチは言ってるわけですね。でね、さらにちょっと今回この話を伝えるのに説明しなきゃいけないことが結構いっぱいあって、まあ、なんだけどちょっと日本語の場合これ結構注意が必要でですね、まあ、日本ではそのコンプレックスっていう言葉が劣等感と同じ意味であるかのように使われてるんですけど、これね実はねそうじゃないんですよ。アドラー心理学的にはどういうことかっていうと、その例えばなんだけど、なんか人へまぶたがコンプレックスなんですよねとか、童貞がコンプレックスなんですよねっていう場合、そのさっき説明したように、なんかこうそれが劣等感みたいな、それに対、っていう感じじゃないですか。なんだけど、なんていうのかな、その実際はマザーコンプレックスとかファザーコンプレックスとかを見てもらうと分かるように、なんかどっちかっていうとコンプレックスっていうのは、そのものに、この本の中では盗作した状態って、紹介してるんですけど、ワッチ的にはまあなんていうのかな、系統とか囚われてる感じ、それがコンプレックスなんですよね。で、そうだからコンプレックス、なんていうの、マザーコンプレックスって、だからその別にお母さんに劣等感があるってわけじゃないじゃないですか。そうそう、それが言いたかったの。なんか一重がコンプレックス、童貞がコンプレックスって、それ童貞に劣等感がある、一重に劣等感があるっていうニュアンスで日本語では使ってるんですけど、そのこれ後から多分出てきた言葉 なんですよ。で多分先行して走ってたそのマザーコンプレックス、ファザーコンプレックスっていうのは別にお母さん、 なんだろう、他のあの子の家のお母さんより僕のお母さんが劣っているっていうニュアンスじゃないじゃないですか、マザコン、ファザコンって。そうだから、その実際そのコンプレックスっていうもの自体はそれにこう囚われてるというか、そこにこうズコーって、なんていうのかな、集中してるみたいな、
そう、傾倒してるみたいなニュアンスなんですよ本当は。だからまず劣等感とちょっとコンプレックスっていうのをちょっと分けて考えた方がいいですよと。でさらに、分けて考えた方がいいのは、劣等感と劣等コンプレックスも違うものなんですよって、アドラーさんは言ってるんですね。でこれどういうことかっていうと、その例えば、童貞に劣等感がありますと。でそれはまず劣等感じゃん。で例えばなんだけど、そのさっきアドラーさんが言ってたみたいに、優越性の追求も劣等感も病気じゃなくて、健康で正常な努力と成長への刺激であるって言ってるじゃないですか。でこれがそのアドラーさんの言う通りに、この劣等感が、童貞っていうものに対する劣等感を、努力と成長への刺激として使ったら、多分その後に起こる感情とかやる行動って、童貞だからなんていうの、その童貞じゃないなくなるようにしようみたいな、ちょっとおしゃれしてみたりとか、歯を磨いて口臭くないようにしたりとか、彼女ができるように周りの人にお声かけしてみたりとか、そういう今の状態じゃないようになるための努力とか、そっちに目が向くはずなんだけど、そのよくあるのが童貞に劣等感がありますっていう人で、まあ俺は童貞だからうまくいかないんだとか、童貞だから女の子にモテないんだって思う場合ってあるじゃないですか。これは劣等コンプレックスに陥ってるよねみたいな言い方をするんですよ。そのどういうことかっていうと、その劣等、童貞に対する劣等感、この劣等感というものに、まあ、傾倒しているというか、とらわれている、でつまりコンプレックスですよね、を感じてしまって、その前に進む努力ができてない、そうっていう状態で、童貞だから彼女ができないんだ、わーって言ってそこで立ち止まってる状態は、これはもう劣等コンプレックスなんですよ。なので、劣等感とコンプレックスは違うし、その劣等感と劣等コンプレックスも違うものなんですよね。はい、ここまでどうでしょうか。ちょっと水分補給します。でね、さらにアドラーさんは言っていまして、例えばこの童貞だから友達にバカにされるんだとか、童貞だから彼女ができないんだって主張する人っていうのは、そのセックスの経験さえあれば友達からは対等に扱われる人間だし、彼女ができる人間なんだ俺はって暗に言ってるんだぜっていう、ちょっとね残酷なことを言ってるんですよね。そうそう、だからその A だから B できないって言ってる人は、 A さえなければ私は有能であり価値があるのだと暗に言ってると。これかなり残酷ですね。頑張って向き合っていきましょう。わっちもこれを聞いた時に思い当たることがありすぎて、本当に考えるのをやめたくなりました。大丈夫、わっちも一緒だからね、一緒に考えていきましょう。そうで、これどういうことかと言いますと、そのアドラーさん曰くね、劣等感を長く持ち続けることに我慢できる人は誰もいないって言ってるんですよ。まあそうよね、きつい、きついもんね。なんか自分がその理想とする姿があったとして、そこにたどり着いてないなっていう、その気持ちをだけをこうずっと抱えたまま、そのままで入れるかといったら、やっぱ人は入れないわけですよ。でもその結果、その、まあ健全であればそうじゃなくなるための努力をしたりとかするんだけれども、そうじゃない、その劣等コンプレックスに陥っている場合は、そのさっきも言ったように A さえなければ俺は有能なんだというふうに思いたくなるんですよ。まあ言ったら空いばりみたいな状況ですよね。で、これがですね、優越コンプレックスっていうものにつながっていくんですね。ちょっとね、分かりにくい言葉が多くて、あれなんですけれども、ちょっと頑張って、説明しますね。この優越コンプレックスっていうのは何かっていうと、あたかも自分が優れているかのように振る舞って偽りの優越感に浸ることなんだそうです。はあ、ゾッとしますね。
やってきちゃったなっていう思い当たることが多すぎますね。でこの、まあ、その優越コンプレックスではそのよくある現象がまあいくつかあるらしくて、まずは権威づけですね、その権力者と仲がいいアピールをするとかね、自分のお手柄を自慢したりとか、過去の栄光にすがるその自慢話をしたりとか、し始めるんだそうです。これちょっと整理しますね。でそのこれなんでこの話をしてるかっていうと、アドラーさん曰く劣等感を長く持ち続けられることに我慢できる人は誰もいないっつってるんですよ。で健全だったらそうじゃなくなるための努力に走るっていうので、その我慢をやめるんですね。あ、辛いって我慢じゃなくて一歩前に進み出すっていうことをするんだけど、その劣等コンプレックスに陥っている、その自分が劣等してるって劣等感を持ってるっていうことに傾倒しちゃってる、それにとらわれている場合はこう前に進む努力をするんじゃなくて、そのいや自分それさえなければ別にそう全然有能だけどねって思うことで、その劣等感を無視するというか、そうそうそう、無視するんですよ。でさらにそことかなり地続きでですね、その劣等感をもう持っていられない、だけど健全な努力もしたくない、嫌だっていう場合は優越コンプレックスに進み始める、そのあたかも自分が優れているかのように振る舞って偽りの優越感に浸ることでなんとか自分を保とうとする。そう、我慢できる人は誰もいないわけだから、我慢ができないからもう無理、でもなんか優れてる感じにしたいっていうので偽りの優越感をに浸り出すんですって。そうで、これがさらにこじらせてくると、その劣等感そのものを先鋭化させることで得意な優越感に浸ろうとする不幸自慢になるんですって。これもね、思い当たる節非常にありますね。耳が痛いです。そう、あの不幸であるということによって特別であろうとする、この不幸であるという一点において人の上に立とうとする、でその優越性の追求って話さっきしましたね。その今よりよくありたいとか、まあ、人よりよくありたいとかね、この優越性の追求っていうのは誰しも持ってるものなんですよ。ただそれをその優越するために、人より良くなるためにとか、自分の理想よりも良くなるために、今の自分よりも良くなるために、良くなるというか上である、何かの上に立てればとにかくもう何でもいいってなってくるんですよ、その努力ができない場合。でそうなると不幸という一点で人の上に立とうとするですって。そう、これはもう嫌われる勇気からちょっと引用しました。そうで、こういう風にその自らの不幸っていうのを特別であるための武器として使っている限り、その人は永遠に不幸を必要とするとこの本では解説されているんですね。なのでそのまあちょっと童貞の話に戻すと、結局そのこれ童貞であることがコンプレックスだ、童貞は恥ずかしいと思いながらも、でもその気持ちの裏で、その何もしてない人の場合はその気持ちの裏で、まあでもこの童貞っていうことさえなければ自分めっちゃ有能なんだけどねって思ったりとかして、その童貞であることを利用、実は童貞であることに苦しめられていると見せかけて、実は自分自身が童貞であることを利用して、その劣等感、もう抱えきれない劣等感を何とかしようとしているというふうにアドラーさんは言ってるわけですよ。でこれがさらにその先鋭化していくと、俺は童貞であるという、その人、それが人とは違うことだから、それで人の上に立とうとするって不幸自慢、どうせ俺は童貞だからっていうことを言うことでこう周りを圧倒するみたいな、そっちに走り出してしまうことがありますよっていう話をしてますね。まあ、なのでそのいっちゃん最初に戻ると、童貞コンプレックスから卒業、本当にあなた自身がしたいのであれば、童貞であることが気になるなら、じゃあそうじゃない状態、例えばセックスでもいいですけど、そういうことをするために必要そうなことを片っ端からやってみたらいいんじゃないかなとわっちは思います。へいです。でね、これもね、
またさらにこう A だから B できないが出てくるんじゃないかなとばっちゃ思うんですけど、いやでもそんなね、じゃあその自分磨きとかしようとしてもどうせブスだしとかさ、でお金がないから美容院なんか行けないしとかさ、そういう風になるかもしんないんですけど、できるできるできる、まあ、まずブスかブスじゃないかなんていうのはその見る相手の価値観によるので、絶対的なブスってこの世に本当に一人もいないんですよ。見る人から見たらなんか素敵ねってなることもあるし、めっちゃ変わるものなんで、大丈夫っす。であとそのお金がないとできないとかもよくあるんだけど、いやお金使わなくてもできること結構ありますよ。だって歯磨きとか自分でできるでしょお金使わなくても。あと筋トレとかもさ、別にジムなんか行かなくても運動別にできるわけですよ。実際自分でその家の周り歩いたりとか、で自重トレーニングって言うんでしたっけ、その自分の体重を使って腕立て伏せするとかね、その別に鉄アレイなんか買わなくたってできるわけですよ、ある程度は。そうでもだからお金さえあればダイエットできたのにとか、お金さえあればイケメンになれたのにとか、それはねまた違うんですよ。それはまたお金ないという劣等感に対してコンプレックスを持っているというか、それが劣等コンプレックスになっている状態なんだと思うんですよね。でこれはわっちの経験談なんですけど、その、まあ、つまり A だから B できない、まあ A さえなければ俺は有能なんだけどねって思ってるっていうのは、まあ、つまりその可能性の中に生きてるんですよ。こうじゃなければ、これさ、これがなくなった途端に俺めっちゃモテるけどねっていう可能性をまだ残してるんですよ、それは。でこれはバッチの場合は近年顕著だったのはやっぱお金で、バッチ、まあ、VTuber としても YouTube とかもやってるんですけど、まあ2018年デビューで、2018年2019年2020年ぐらい、もう約3年間長いですね、そう考えると本当にねびっくりするぐらいお金になんなかったんですよ。まあそのちょこちょこお仕事はいただいてましたし、こうやってピクシブファンボックスとかもね解説してますから、皆さんにもちろんご支援はいただいていたんですけれども、そのめっちゃ儲かるぜとはやっぱなかなかならなかったんですよ。でそのお金がない時はなんかお金さえあればもっとこういろんな機材も変えて、もっとパソコンも強くして、でわっちの顔面とかもこうもっと可愛い子ちゃんなこう 3D とかに整形してとか、なんかいっぱいそうやったらわっちは売れる、もっとお金を稼げるはずなのに、そもそもそのお金がないからなんかそういう人気者になるためのことができないってわっち思い込んでいた時期があったんですね。でところがどっか2021年、まあ、去年ですね、去年は本当にありがたいことに皆様のご支援プラスアルファ企業案件を結構いただけたんですよ。まあ、それ何かっていうと、まあアダルトグッズの実況なんですけれどもそうそう、結構そのアダルトグッズ開封してわっちが使ってみてこうだったよっていうのを YouTube にアップロードするっていうお仕事を、まあ、ちょこちょこいただいてて、でしかもその動画の再生数がめちゃめちゃ多かったんですよね。その PR したら数十万再生と何万再生必ず行くっていう状態で、まあ、それで案件が案件を呼んでいろいろとお仕事いただいて、あなんか儲かったな、ちゃんとこう YouTuber として儲かったな、あよしこの儲かったお金でって言って、ほとんど機材投資とあとは健康ですね、わっちいろんな人とチュッチュしまくっていろんな人の口内環境をもらってしまったし、わっちも上げてしまったことで非常にですね口内環境が悪化しておりまして、そのすごい虫歯になりやすかったりとかする状態だったんですね。なので去年はもう総額多分100万ぐらいかけて親知らず抜いたりとか、その虫歯になっていたところ全部きれいに治療したりとかやりまくったんですね。っていう風に、まあ、設備投資にも自分自身の健康にも去年はいっぱいお金を使わせていただいたんですけれども、ところがどっこい、今年に入って2022年に入ってびっくりするぐらいお金がありませんこれはまあ何かと言いますと、 YouTube のですね規制がちょっと強くなりまして、おもちゃの PR ほとんどできなくなっちゃったんですよね。
まあそらそうかって話なんですけれども、おもちゃの PR をするとなんかね、前はねあんまり年齢制限がかからなかったんだよね結構そこを野放しにしてくれる時間が長くて、でその年齢制限かかんない時間のうちに、まあ20万再生30万再生とかなんか言ってちゃんと仕事として成り立ってたんですけど、まああの YouTube さん日々進化しておりまして、あおもちゃだなっていうのを少しでも、わっちのね実験だとね、ほんと 1,2 秒、おもちゃの画像が出たところですね、 AI がすごいすぐに判断して、年齢制限かかるようになりまして、年齢制限かかるとですね、びっくりするぐらい誰も見ないという、あのそういう仕様になってるんですよ YouTube くんはね。あのやっぱり年齢制限かかってるものって広告つきませんから、あのそんな広告つかないものなんかおすすめしちゃって俺は1円にもなんないんだということで、あの YouTube 君誰にもおすすめしてくれなくなっちゃうんで、びっくりするぐらい再生回数いかなくなりますので、ちょっとお仕事としてもう成り立たないんですねなのでちょっとね、おもちゃの企業案件もやりたくなっちゃったんでね、今年はねあのちょっとほんとびっくりするぐらいお金がないんですけど、でもねやっぱ2019年2020年とは今全然違う気持ちなんですよ。でこれなんでかというと、2019年ぐらいまではそのお金さえあればわっちはもっと人気者になるけどねっていう可能性の中に生きてたんですよ。お金がないから機材投資できなくて人気者になれないとかねっていう風に思ってたんだけど、まあ、2021年ある程度お金を稼がせていただいたことで、もうパソコンもねめっちゃ強い、何でもできるぜっていうパソコンを買ったし、わっちのねボディも 3D の肉体も今はありますし、あとはなんだマイクもちゃんとして使って、そのライブ配信をするためのなんかねこう手元でこうライブ配信を簡単にするための機材とかもいろいろあるんだけど、そういうのもとかも買ったし、とにかくもう欲しいものが本当にほぼないっていうぐらい、足りないものはないっていうぐらい、この VTuber としてバーチャル YouTuber として活動していくためのものすべてもう持ってる状態なんですよ。だけどまあじゃあそれをやったからといって去年じゃあそのよくねニュースとかで言われるこう VTuber なんかスパチャで何億円みたいな、スーパー投げ銭で何億円みたいなこと言われてるじゃないですか。そうなるかって言ったらならないっすよならないならない、違うの違うの。それ以外にそんな機材とかね、あの制作費以外にもそうなるために必要なことはいろいろあるんです。なんかでっていうことがなんかよくわかった去年。もう足りないものは何もないという状況になって、結局は、あ、機材じゃなかったと。自分がやるかやらないかだわっていうことに去年気づいたからこそ、なんか、じゃあ今年そのお金ないなーってなったとしても、まあでもそれで、そのなんかお金がないのは人気者じゃない、ん?お金がないのは人気がないからとも限らんし、だってぶっちゃけほらチャンネル登録20万人いたって広告つかなかったらお金になんないっていうのはわっちゃ知ってますし、そうだからなんだろうな、そうお金がないからこれできないとかお金がないから人気になれないとか今まで思ってたけどそうじゃないぞっていうことになんかわっちゃやっとこう納得がいったというか、もうそのそうそうなんですよ。だからむしろどっちかっていうとまだそのお金さえあれば人気者になれるかもしれないっていうその可能性の中に生きてた時の方が思えば楽でしたよ本当にで 今の方がそのやんなきゃいけなくてやんなきゃいけないなってなってて厳しいけど、でも不思議な話で精神的にはこっちの方が楽なんですよ。なんて言うんですかね、伝わりますこの感じそうでその、まあ、そのお金あるだけじゃ売れないんだなっていうのに気づいたわっちは今何してるかっていうと、まあ、今はわっちお金はないんですけどその代わり時間はあるんですよすごくね。別にその超売れっ子で明日はテレビの収録でなんちゃらでってスケジュールが別に入ってるわけではないですから、あのめちゃめちゃ時間があるんですね。でわっちは今何してるかっていうとこのある時間の中で勉強をしてるんですよ。だからさ今までのわっちだったらお金がないっていう劣等感にこう傾倒してしまって劣等お金がない劣等コンプレックスに陥ってしまって、あーお金ないだから売れない、あーなんもできないってなってたと思うんだけど、今は
別にいろんなことを経験したのもあるし、こうやって勉強したことで、そうか、ないならないなりに今あるもので何かやろうっていう風に考えられるようになった。だからアドラーでいうところのそのこの劣等感、お金がないなっていう劣等感に対して努力、そう、努力とかをすることで、なんかこの劣等感を持ち続けないように、進んでるぞって思えるようにしようっていう風に今は変わってるんですよね。まあ、だし、まあこれそんなわけでこのポッドキャストができてるわけですよ。これだってその時間があるから勉強しようっつって一生懸命何冊か本を読んで、自分でこうレポート用紙にまとめて、なるほどこういうことか、じゃあこれを人にシェアしてみようって、この時間が取れなければこのポッドキャストもできないわけですよ。だから、だしわっちはこの勉強するのがすごく楽しいので、あ、お金ないけど時間があっていいことだなって今思ってるし、まあ、ちょっとあと2ヶ月ぐらいはこういう感じで、自分の持てる時間の中で勉強をして、それを皆さんにシェアするってことをちょっとやってみようと思ってるんですけど、まあこれあと2ヶ月やっても生活が苦しいってなったらバイト探しますしっていう風に、そのお金がないっていうことに対して、お金ないし売れてないし、うんうんってなるんじゃなくて、わっちはまあそれならそれで勉強するし、それでもうどうにもなんないんだったら、まあ別にバイトすればいいじゃんみたいな、お金がないっていう状態からお金があるっていう状態になるための努力をいろいろやってみようよっていう状態に、わっちは今は変わり始めているわけですよ。まあ、それでもやっぱりどうしても人間なんで、ああ金ね、ムカつくクソだっていう思っちゃう時も もちろんあるんだけど、でもやっぱりこの勉強したことによって頭では理解できてるから、なんかもう立ち止まりたくはないなって今思えるし、わっちはまあそれによって、これを勉強したことによって、すごく人生、まあ厳しいよ、厳しいんだけど、むしろそれによって可能性の中に生きて楽することができなくなったから厳しいんだけど、でもわっちはすごく生きやすくなったので、それをね、大切なみんなにもこうシェアして、それで大切なみんなが少しでも幸せになってくれたら、嬉しいなと思うので、今回こういうお話をさせていただきました。ちょっとね、わっちはまだこのアドラー心理学勉強のしている途中なので、何言ってかよく分かんなかったなっていう方もちょっといるかもしれないんですけれども、まあそういう方はね、ぜひわっちが今回紹介した本、説明文概要欄のところに、リンク貼っておきますんで、それを購入して読んでみたりだとか、していただければいいかなと思います。ちなみにですね、まあ、時間があるから勉強したわっつって、その勉強したレポート用紙、わっち今手元にこちらあるんですけど、これ手書きなんですよ。で、この手書きのレポート用紙は、夕霧ピクシブファンボックスで500円以上支援してくださっている方限定で、公開をしておりますので、なんかこいつどんな字書くのって気になった方は、まあ、メイキング的な感じで、ちらっと見ることで支援していただけたら嬉しいなと思っております。今日のところはこんなところでございます。またお勉強して皆さんにシェアしようと思うので、ぜひぜひこれからもお付き合いよろしくお願いします。ということで、お相手はバーチャルオイラン夕霧でした。またねー。